ソ連共産党のニギータフルシチョフ第一初期と中国共産党の毛沢東等、主席中蘇対立とは1950年代後半から表面化した中華人民共和国とソビエト連邦の対立状態である。イデオロギー、軍事対立、政治に至るまで広がった。中蘇対立と東側諸国赤いコールソビエト連邦及び ソビエト連邦に組みした東側諸国黄色イコール中華人民共和国及び中華人民共和国に組みした東側諸国黒イコールソビエト連邦と中華人民共和国の両者にも組みしなかった東側諸国中祖対立が東側諸国内部の関係に及ぼした影響を一枚の地図に図示するならば渦のようになるが実際には各国の立場は微妙なニュアンスと 時代ごとの変化を含んでいる。以下、代表的な国を例示する。中華人民共和国と友好し、ソビエト連邦と敵対。1968年にワルシャワ条約機構を脱退。1971年にはアルバニア決議を出して、中華民国を国際連合から追放させる。百七十六年の毛沢東の死後は中華人民共和国とも敵対し、 事実上鎖国的な孤立政策をとる。1948年にコミンフォルムを除名処分。非同盟諸国の有力国家となり、1977年に首都大統領は中国を訪問した。1968年のプラハの春では、ワルシャワ条約機構軍の軍事介入を非難するなど、ソビート連邦とは距離をとって西側に接近し、 中ソ対立最中の1969年にニコライ・チャウシェスクが中華人民共和国を訪問。1978年には各国法がルーマニア社会主義共和国を訪問するなど中華人民共和国とも一定の外交関係を有していた。近日政党治下の北朝鮮はソビエト連邦と中華人民共和国の双方と遠距離の友好外交。 ベトナム戦争では、ホーチミン率いるベトナム民主共和国が、ソビエト連邦と中華人民共和国の両国から双方から援助を受けた。しかし、ベトナム戦争が終結し、1976年に南北ベトナムが統一されると、1979年のカンボジア侵攻と中越戦争で中華人民共和国と敵対し、1979年、 以後は中華人民共和国との領土紛争が起こって敵対する一方、ソビエト連邦との友好は維持された。ソビエト連邦崩壊後の現在でも、ベトナム社会主義共和国と中華人民共和国は、南シナ海の領有権問題で対立している。ポルポト政権は親中とも、ヘンサムリン政権は親ソ連。アメリカ合衆国との対立により、ソビエト連邦に接近。 中華人民共和国とは友好も敵対もせず。しかし、1966年にカストロ首相、中共を激しく非難という記事が毎日新聞に大きく掲載されていることなどから、やはり当時はキューバもソビエト連邦に組みしており、中華人民共和国との関係は悪かった。日中共産党の関係中曹対立と日中共産党の関係を参照ハンスターリン主義の立場から、 中層全面否定。反スターリン主義の立場から中層全面否定するが中国総路線の虚偽性の暴露のための理論闘争を展開しなければならない。帝国主義の評価の点で中国の方が正しい。しかし中国共産党には世界革命論が欠落している。平和共存を支持する。中層論争の評価に対しては中層論争が 帝国主義者に利用されないよう留意すべきである。ソ連を支持する。ソ連労働者国家無条件に用語、完了性だと。ありがとうございます。